元代議士襲撃事件、共産党員13名は横川重次自宅を襲撃し、本人に世直し状なる脅迫状を突きつけ、体中を切りつけ重傷を負わせた。横川は広大な山林を所有している地主であり、人民の敵であるから殺して金を奪い、その金は日本共産党の活動資金にする予定であった。そういうまたですね、共産党さんは政府公認の暴力革命を放棄していない団体という認定されてますけれども、イギリス、アメリカ、ドイツなどでは共産主義が禁止されております。これは危険だと思われて滅ぼされた例であります。日本もですね、世界を見習いというのであれば、共産主義を早めに禁止した方がよろしいかと思います。イギリス人の議員がですね、来日したときに、日本共産党の議員を見てですね、生きている共産主義者を初めて見たと。流血と暴力と殺人が不可避の暴力革命を目指す団体、レーニンも国家と革命の中で共産主義革命には暴力と殺人が不可避である、このように述べております。まあ、日本共産党が、陰で何て言われているかご存知で、論より大声嫌がらせ、論より大声嫌がらせ、脊髄反射で口答え、脊髄反射で口答えなど、インターネットの掲示板のコメントなどを引用しているんですけども、脊髄反射で口答え、何よりもその通りであると思います。そもそもが内裏助けで選挙違反を仕事を糾弾されたにもかかわらず、それをですね、司法の判断に任せてあるとか、そのような言い逃れをし、論より大声嫌がらせ、5時間休憩してですね、その後に出た答弁はこちらの納得のいく答弁では全然なくですね、人を小馬鹿にしたような答弁なさってましたよね。職員さんの時間も5時間も無駄にしてましたよね。これが論より大声嫌がらせじゃなくて一体何なんでしょうか。撤回する意思はありますか。はい、草木。全くないです。表現は生っちょろいなと反省している時代です。家畜奴隷にしてもですね、全くその通りなんですから他に表現がしようがありません。